こんにちは。今日の切り抜きニュースは、いやーちょっとね、このみんなで作るとみんつくとの幹事というものをしているですね、竹戸亮太、こいつね、まあ、とんでもないやつなんで、こいつに関する真実を言います、うん、で真実を言うとイコール悪口になりますのであの、なぜ悪いかっていうと、こいつは今斉藤君が話し合いをしようと言ってるのに、うん、裁判してるから逃げてるんですね、うん、政治家っていうのは、うん、裁判をしてようが何しようが喋ってお得なんですよ、うん、でも悪いことしてたら喋れないそうっていうことなんですね。もう何が言いたいかっていうと、裁判なんて全然誰にも見えないところでやるわけで、それはその私人間だったらそれでいいですよ、うん、一方が公人で一方が私人でもいいですよ。明戸亮太お前公人やろ、もう二度と選挙出へんか、何よりも民族党っていう国政政治の幹事直ってるのお前がいせえよ、うん、お前都合悪くなったら喋れへんのかよえごめんせえよお前、お前はなんかあの維新の会とかクビになってるようやけどな、やめたか知らんけど、生意気にも埼玉県議会議員選挙に立候補してと落選してるやな、元、うん、元川越市議のやな、川越市民の皆さん、明戸亮太に質問したってください、うん、国会議員の斉藤君がいろいろとツイッターで話し合いしようとしてるのに話し合いしないって、ただの逃げてるやん、お前が言ってる自民党 の, あの議員と一緒やんか、話し合いせえへんの、あなたは民族党の幹事って名乗ってるわけでしょ、で今回あんたの党は破産宣告されてるのよ、破産の申し立てされてんのよね、年末に返さなきゃいけない、払わなきゃいけない、利息払ってない政党に所属してる幹事やで、逃げて逃げて今逃げといたら自分が民事の責任負わんでええんちゃうのか、そうやって逃げてんちゃうの、偉そうにさ、俺覚えてんのこいつさ、選挙ポスターはなんか公費満額であのやら、うん、やらなくても安くできるとか言って、お前ところ代表の大津満額請求しとるやないか、でそれについてはとかって見にくい言い訳してたけどね、やっぱりあの大津氏とはなかなかまともに話ができないと、大津氏と話せないんだったらまともであろう明戸さんに直接話ができたらなと思って、うん、いい落としどころをしたかったからちゃんと話がしたいっていうふうに DM を送っても全くもって無視、逃げてる、それが腹立つんですよ絶対逃がさないです。お前ツイッターに明戸亮太しか書いてへんやん、民族党って書いとけよ、何も書いてへんしたら説明欄にも、へー、ここに所属してるっていう責任を背負ってるっていうことを1ミリも感じてない、一応ここに書いてあるか、2023年みんなで作る党って書いてあるわ、みんなで作る党しか書いてへん、お前幹事って書いとけよ、役員ってお前連帯責任取れよ、うん、文句はないと俺電話してこいよ、この人支持者債権者ばかりしすぎてるんですよね、まあ、最悪いいですよ、斉藤と話をしなくても、ちゃんと債権者と支持者とちゃんと向き合ってくださいよ、その質問にも答えてないでしょ、明戸さん、あなたはそこ答えないのに役員名乗ってるっていうのは本当もう無責任にも程がある、お前党から何とか金持てんじゃんか、うん、疑われてもしゃあないね、うん、お前党から金持てんやったら持てるか持てんかぐらいツイッターで書けよ、うん、お前もうお前ってあえて言うよ、 それぐらい喧嘩を打てへんかったら、え、デジデジメに攻めくれいくれとか言うねやろ、まあアホやからやろ、でも政治家同士はこう言っていいんやで、政治家同士やねんから、うん、お前政治家名乗ってんやろ一応、落選してるから今議員ちゃうけど、県議選に立候補して落選して、で維新の会追い出されたやろ、どうせ知らんけど、で行くとこないから民族党行ってんやろ、で大津ところに1億6000万とか入っとるから、その金取ってんちゃうんかな、責任取れよ一緒に、どんだけお前ら金持ち逃げしようとしてんねん、もうお前倒産するって言って破産の申し立てしてな、昨日から宣告しててやな、いつ弁明すんねん、 YouTube に出てくるなりせめてやってやるよ、けどお前も出てこいよって話や、こういう言い方して、え、政治家がそんなこと言っていいの、おとなしく喋ってる政治家って大体悪いことしてんねん、で俺は何もしてへんや、東京地検特捜部調べても出てこへんや、お前ここまでやられといてここで逃げるのか、お前 YouTube ツイッター逃げてるやんか、うん、政治家はなんか話するんちゃうんか、なんか先輩のとか言ってるけど、お前先輩って言って先輩から嫌われて維新の会出たんちゃうんか知らんけど政治と司法は言葉で争う世界です、軽はずみに発すれば得られるものも得られないどころか失うこともないはずだったものを失うこともあります、市議時代、先輩らに徹底的に叩き込まれた苦い思い出が蘇ってきました。
その通りよ。軽はずみに発するなよ。ちゃんと考えて発するよ。まだ喋るのかな、あのドワンゴかカワンゴかなんか知らんけどさ、あの俺にボコボコにしばかれたなんか川上やつがなんかあいつ喋られへんから考えてから言葉にしとんねやろ。さあお前も軽はずみなこと書かれへんねやったら、言われへんねやったらな、文章にせえよ、ツイッターで。それかお前原稿書いて、まあ、議会みたいに読めよ。もう情けないね、とにかく明戸亮太。そうだから僕が今回その明戸さんやってるのはもう一見まともに見えるっていうところが本当難儀で、もう大津さんはもう、ま、やばいやつだというのはもうみんな分かってきた。みんな分かって、あの向こう側の支持者のことはみんな分かってきた。分かってんの。でも一見まともに見えるから騙される人が出てきてしまうんですよ、絶対こういうまともに見える人に。だから騙されちゃいかんのですよ。だから表に出てやりましょうっていうことでどん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 出して絡んでいってるんですよね。あの僕非公開でもいいです。僕非公開で全く表に出さない話し合いでもいいので、出てこれるならいつでも待ってます。 DM でも何でもいいので連絡ください。まだまともなのであれば一度来てください。まあ、俺も喋ったってもいいでよ、お前。多分な、俺なんかちょ、まあ男前やんけ。別に来たらいいやん。今からでも間に合うで。うん、あの、間違ってることは間違ってると謝ったらいけるで。ただもうこれで俺が言った以上はさ、レベルがちゃうで。俺の YouTube チャンネルって政治家ほとんど見てるで。埼玉県の人ってめっちゃ見てんねん。政治家やったらまずは議論せえよ。司法の場でうんぬんとか言うようなね、情けないこと言うなっちゅう話なの。本当そうです。まあね、こういうやつは政治家の中で、いわゆるもう人を騙そうとするやつというかずるいやつね、逃げ回ってるやつ。そう、卑怯なやつは許さへんから、なんやったらもう行ったるで、あけど。お前が次の選挙出たら言って行ったんで、あの、どっか駅前とかで喋ってんねやったら、みんな情報ください。駅前でビラとか配ってんだ、行くよ。もう、この、明けどいうやつも、こう、政治家名乗ってんねやったら出てきて話したらええやろ、うん。裁判してること関係ないやろ、うん。裁判してることと話し合いできへん理由ってなんなん、うん、なんか隠そうとしてるからちゃう。どっちかが嘘をつこうとしてるから裁判で不利になるから喋れへんって言うんだろ。あとはね、一個ね、結局そういう風なリスク回避ばっかりで、リスクから逃げようとしてる人が政治家をやってほしくないんですよね。自分の命かけたりしながら、リスクを背負って正義のためにやるっていうのが政治家のはずやのに、リスクから逃げまくってる。だから話したくないでしょ、リスクから逃げてる。こいつらほんまに金欲しいだけちゃう、ね、そうですね。もう単純に金欲しいだけちゃうの。あ、けどお前、大体金にクリーンって言ってるやつが、だから金に汚いから。俺みたいに政治は金でやんねんって言ってるやつほどまともやねんって。だから、あけどお前な、本当はいつも、あの、文句とかいつもやるやったらちゃんと話聞いたる。こんな言い方せえへん。二人の時はちゃんと普通に的な話する。そやけど、お前 99% 俺に連絡してこいへんよな。ちょっとツイッターで、立花は、なんか区長がヤクザやから、みたいなこと書いて、まあ逃げんねやろな。わかってるよ。もう別に俺もお前みたいな、あの、どうでもいいやつと、ほんま時間取れたくないけど、ただ、大津の党の幹事ってやつとか、これから連帯責任ってやつやな。いわゆる共同不法行為ということで、お前が、民族党が使ったお金、お前直接関係しなくてもお前幹事やいうことで、お前に、お前個人に請求していくから覚悟しとけっていう、ね。こっちに来れないのであれば、そちらの事務所の方に僕が行きます。一人で行きます。川越かそこか、はい。行きます。支持者の方、もう別に何十人、仲間何十人集めてもいいです。はい、僕一人で行きますので、ぜひお話の機会を設けてください。お願いします。はい、ということで終わります。はい、NHK をぶっ壊す。Thank you。明けど亮太はまともに見えるけどうさんくさいです。私は大津彩香の周りに集まる人を信用できないです。こんなヤバい奴らとは早く関わらないようになってほしいと思います。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を